すげえ高画質になってる。うん、あれまた切れたよ。<laughs> ちょっとあの YouTube 収録向けに画像を切り替えてます。はーい。準備できたら行って。私 OK。あれおおオープニングは中字だよね。これで。みっくん大丈夫時間。あなんかこの地に家出る。うん、まああれ切り目がいいところで。あ,あ出,てでいい出ても全然問題ないから。<laughs> むしろ収録中に出てもいいよ。 そういう番組なんだ。誰か出てい出ていきましたねえ？誰か出ていきましたね。うん。言うに決まってんじゃん。ボールペンどこだよ。ここに私入ってくるもんね収録。吉田水樹が出ていきましたという。はい準備 OK だと言って。OK です。はい OK です。はいえっとできたら少し前が近づいて。はい。はい。はいそんなわけでゆるい感じで始まってます。考えリアスの収録でございますけどっこいしょ。 皆さん、うん、本日のご機嫌いかがよろしゅう。反応がないね。よろしゅう。ああ、うんみ。皆さんのね、市場はどうでもいい <laughs> あデジデイさん、おはようございます。いらっしゃいませ、うん。よきかなよきかな,きかなそれは何よりだね。よきかなよきかな、うん、さあ。 はい了解です<だ> <laughs> はいそれじゃあいこう321皆さんこんにちは永田裕信です皆さんこんにちは安田庭です始まりました考える安田170回放送でございます蹴りがいいねえ、ね、いキリがいいんだねえイ,イ。い,いつまでも続くよどこまでも続いていくよ さあ、考える朝を配信している間に、どん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 アルファの格好を下げていくからね。頑張るぞやめないよやめない線路はどこまでも続くんだよどんどんんそうだよろ考える朝はいつまでも続くよ誰かが止めてくれないと止まらないんだ、まあ、大変やめろって,言ってもやめないけどま、ね、ちね止めないでそもそもやるかって言い始めたのね、局長だからね。そうだ責任問題で,ではい。 始めていきましょう考えらせだ。こんなテンションですけれどもね最後までお付き合いくださいね OK 49終了この番組は誰が喋ってるのに私がポチ食べてるのにポチポですもん しかも堂々と陣営だからね <laughs> はいはいドークマン321改めて安田大よろしくあ,あ中田ですよろしく <laughs> ちょっとたまにはね挨拶を入れてみたんだよ最初に,に入ってそうだけど改めて挨拶をしてみたんだよなんかもうかるかって、うん、ことでお便りを紹介するはいえっとデジテスさんからいただきましたありがとうございますいつも本当にありがとう 大好き愛してるぜ読むぞ安田さん長田さんおおはこんばんちはおはこんばんちはこんばんはこんばんはそれもありじゃないかなお二人のモエポイントは何でしょうか僕はメガネをかけている人を見ると異性同性かかわらず知的でかっこいいなと思いますねだってありがとうございますありがとうございますバカ野郎デジデジさんに失礼だろ謝れ

ポイントは何だそのね萌えっていうのをね感じたことがね生涯に1回しかないんだようんあのうんそれねでも考えるやつだって話しちゃったんだよね昔えっ覚えてる覚えてない俺がまだね二十歳になる前の時には家の近所にあるコンビニに入った時にほうほうた多分入ったばっかりのねうんバイトの女の子がレジに立ってたんだようんその時にあの物を買ってた時に1000円を出してほっ お釣りをもらったときに、はい、なぜかレシートと小銭を手の上に乗っけて、一、うん、回そこでもう、手離してるんだよ、うん、店員さんは。うん、なのに、一回手離したのになぜかもう一回俺の手を両手でギュッて握ってきた瞬間があったんだよ。あっ、うん、<laughs> っとなんか血迷ったんだ、彼女はで、それに燃えたと。でもそういうのなんか、あれおかしくねっていうような。なるほど、うん。うん。っていう燃えポイントが。まあ、なるほど。まあでもね、あとなんだろうな、燃えっていうか、 なんかね色気を感じるとかだったらいっぱいあるんだけどね色気あのね例えば俺うなじ好きなんだよねすごいうなじ好きうなじが好きなうなじが好きはあはあ私好きの別名かと思ったお前萌えポイントの話としてなんで好きの話になるなんで好きの話するのこの人はと思ったでだからその何あの髪を上でさ うん、あの束ねてる時とかにさ見えるうなじとか見るとすごいなんか色気を感じるとかはあるんだよねなるほど,どっちか言ったら俺はやっぱあの萌えよりなんかね色気を感じるね年上っぽい感じのお姉さん系の方が好きだから好み的にははだから萌えっていうよりはちょっと違うんだよね俺がこれなるほどじゃあニュアニュの萌えポイントは <laughs> 私にそれを語らせるのかい <laughs> 何分いる<え>さ三十分ぐらいいるうんまあいるかな よし、じゃあこのと30分ニヤニヤ一人語りってことでいいいえっとねあのーなんですか私はうなじはね別に燃えないんですけど <うん S 2> あのー首の首をこう、曲げた時の鎖骨このいや鎖骨じゃないんだよ首に出てくるこのラインどのラインこのインちゃんと説明してくれるから <laughs> このなんだろう頬骨の下らへんなんつうの首に皆さん 分かった今皆さん首をそのまま横に向けようそしたら右左どっちでもいいんだねどっちでもいいそしたらあのこの何筋が出てくるとこそう筋はい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 ここがとてつもなく燃えますね女性は女性の場合はいやそうですねいや首が痛くなるってるぞここの筋がすごい色っぽいですねそれは女性なんだはあ 男性はちなみに男性の場合は、うん、私は腰です,です細い腰あのこの何もう胸からケツにかけて、うん、ストンと一直線に落ちていく腰が最高に好きですあのねボディーランゲージでやられてもね <laughs> リスナーさん分からないんだよね分かるわなこのストンってそのまんまもう何それは何なのその一直線みたいな素晴らしいと思いますね細マッチョ好きなんだねじゃあそうです細マッチョ最高ですねあーあーあー 最高ですね。さすが男子、違うコメントが来てるけどちなみに女性の私、あそこも好きです。女性の腰のね。女性のあそこが好きですっておかしいだろお前は。おいそういう意味じゃないそういう意味じゃない違う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 あの今、出てこなかったのの女性あの。 最近気づいたんですけどあのふくらはぎもなかなか好きですねごめんもう一回言ってくれるふ,ふくらはぎふくらはぎああふくらはぎ違う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 ,違う <laughs> 待ってくれ <laughs> <laughs> 違うんだううこれは違うから うん、まあまあまあいいよあんまり言うと怒られるから <laughs> あ,あとねくびれも最高ですよねああそれはねよくわかんないそうそうあのねあ<ー>細すぎるんじゃなくて、うん、あのなんだろう若干横幅があってのくびれがいいですねあの最近の人は細すぎる、うん、あ,あ,あのモデルさんとかは細すぎるんですよそうじゃなくてもうちょっとなんかちょっと締まった筋肉がついてる感じのねあの、うん ダンサーさんみたいなくびれが最高ですね。ああ<ー>。はい。というわけでね。はい。はい。軽音のゆいみたいな。ああ、見たことないからわからない <laughs>。えっと、女優さんで言えば、うんうん、あの人よ。<laughs> どの人よ。<laughs> えっと、あのー、出てこない。あの人。えー、っと、陣内と結婚した人。藤原紀香さん。そうああ、いいねー。はい。 わわかかるかる最高ですね、はい、そのあでね「燃えポイント」は俺よりニヤニヤの方がなんか熱い美学を持ってるみたいだからぜひニヤニヤに何かしら熱く語ってほしい場合は、うん、ぜひお便りで「燃えポイント」をあと3つぐらい教えてくださいってお便りをください <laughs> よろしくお願いしますいっぱいあげます6分30終了文章の続りがおかしいんです <laughs> <laughs> ごめん突っ込ませにいられなかったあれはおそら人だま,まさかそう捉えられるとは捉える,捉えるに決まってんだ <laughs> イライラね、えリアルにそんなこと思っていたわけじゃないからね分かってるけど日本語がおかしかったなの今ねまず、あ、まあ女性も好きですよ <laughs> 意味が分かんないはい T2 俺ですお願いしますはい 3> 3 考えるやつだがね、18金番組に変更になるかもしれないという危機を味わった曲なんですけども。違うよならないならない言葉のあやだよそんなわけで、考えるやつの定番トークといえば、私のバイト先の話が一つあると思うんですけども。そうですね。んだっけんていう名前だっけバイト先。言えねえよ、これ野郎。言わないのかよ言えねえ。いやいやいや。ホームページ載っけんぞニヤニヤマシしてるから怖いよね。まあそんなわけで。 まあ、あの私のバイト先に関しては、まあ、私とリアルに熱、ね、きのある人限定でお願いします。うんまあ、そのわけで、ちょうど昨日の話ですよ。はい、仕事したんです、はいはいん。クラウザーさん帰ってきた。あ今度行くよ。ぜひ待ってください。変わりませんえ、まあ、ちょっと置いといて、まあ、あの<で>昨日仕事してて、毎週の土曜日、日曜日ってセールやってるんだよ、うちのバイト先って。 DVD を3本買ってってくれた場合300円引きをしますっていう話をしてるの、うん、はいまあもちろんだから3枚持ってきたらその分300円引くっていうやってんのをデカデカとポスター貼って置いてあるんだよ、うん、はい DVD を3枚持ってきたお客様300円割引しますって書いてあるのねなるほどっていうのを書いてあったそのセールの日に昨日ちょっと暴れたお客さんがいて暴れたそれは あのその DVD の他にゲームソフトとか CT とかも扱ってるんだけどその中にレンタル落ちの VHS ビデオレンタル落ちの DVD のちょっと前のねのレンタル落ちの VHS を1本一律105円で売ってるんだようちの店って安いそれを20本ぐらい買ってってくれたお客さんがいて持ってきた時にまあもちろんそれは105円だからさまあその20本分のお会計2100円になりますって言ったら怒り始めてえっ 今日は何商品3本持ってきたら全部3本0件引きになるんじゃねえのっていきなり怒り始めたわけ。うん。よくよく考えてほしいの。DVD を3本っていうのをデカデカと書いてた上で VHS を間違えて持ってくるのは分かる。るただ、1本105円の VHS を3本持ってきたら300件引きしますよって言ったら、3本持ってこれたら15円で売らないといけないっていうことになるわけよ <laughs> <laughs>、ね。できるわけがないと。 だけねえわな。そうそうそう。<laughs> ちょっと普通に考えてくれよって思いながら接客したんだけど。<laughs> うん、いや、すいません、あの、DVD だけですって。で、DVD ってこういうふうに書いてあるので、すいませんと、と VHS は300円は無理ですと。うん。言ったら、まあ、めちゃくちゃ怒り始めたわけ。はぁ、うん。うん。まあ、確かにそれは、あの、全部の告知を100%理解してっていうのは、理解を求めるのは確かに店側としては傲慢だとは思ってるんだけど、たださすがに15円でビデオ3本売るって言ったら、普通いろんな雑費考えたら、もうすでにそれ赤字になるんだよね。 ね、まあね完璧普通にね15円ってねみたいなね、まあ、まあやっぱそれでそれで買えると思って持ってきたから <laughs>、はい、まあちょっと収まりつかなくなったんだろうね、うんえー、店のね中でね、えー、大声を叫びながら店の周りを大暴れしながらね <laughs> うん、うん、そうあのー、暴れ始めて <laughs> 商品が何枚かおじゃんになりつつ <laughs> ええー <laughs> はい。でね 警察に電話して警察に連れててもらったっていう経緯があるわけですよええ、警察座帯になったんですかなりましたあらっていうね話があるんだよいや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 あひどいねそれはうんっていう話になってくるわけですねへえでうちの店って昔はちょっとね違うところにあったのを移転してきたんだよで俺その移転する前からもう何年も働いてるからうんいろんなクレームが来たことはあるようんただ その今の移転先に移ってからそういうことに対するなんかお客さんが暴れるみたいなさ、うん、そう警察沙汰になったような、ね、事例がね今2年目なんだよ、うん、5回ぐらいあるの俺がいるんだけど <laughs> 警察沙汰になったような頻繁すぎるだろうよそうすーっげえとこにあるなって最近ちょっと思いつつね仕事してるんだけどえその場所の治安が悪いの正直もう可能性もあるかもしれないねそれともただ単に中地の,そのお店の風水が悪いの、うん 風水ああ福岡さんのねいろいろあるかもしれないねあああるかもしれないねなるほどじゃあ今度福岡さんはごめんちょっとごめんね局長中地がいるとクレームが増えるってなんか俺に対して喧嘩売ってるみたいだろうで <laughs> 違うと思うんだよあーそういうことかいや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 そういうことかいや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 中地が痩せようとしたからいけないんじゃない <laughs> お前は何を言っているんだ <laughs> <laughs> なんか、普段の中地じゃない暴れてやるみたいなお客さんがみんな中地のファンなんだよ なら暴れるお客さんはみんな中地のファンなんだよいやいやいや意味が分からないよねやったね中地俺最近ねクレーム対応がねしっかりちゃんと笑って返せるようになったからまだいいよよかったね前だって考えるやも言ってたじゃんそこら中のものを当たり散らしてた時期があるぐらいの男だからねでもああおっしゃってましたねそういうのもあるからはいはいねこういうこともあるんだろうなと思いつつねでも警察沙汰になるのがちょっと多すぎるんじゃねえかと思い確かにね 警察沙汰でしょないないそっかマジか全然ないよ全然ないよね普通はないんゃん悟り切ったようなコメントが来てるけど中島大人になったよねって普通警察沙汰って滅多にないんじゃないですかいや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 結構あるよへえ何て言ったって俺がバイト始めて1か月もしない2週間ぐらいの時に万引きするだのしねえだのの警察沙汰がすでに一回起きてるからへえいやでもでも気をつけた方がいいねっ ね、いや物騒な世の中になってますからね、最近は。はいぜひ、うんえー、そんなわけでね、まあ私のちょっといろんな <laughs> お話が <laughs>。はい、うん、気をつけろみんな中地に気をつけるんだいや、俺に気をつけてもしょうがないと思う。あまあねいろいろなんかそういうい接客している人たちに関してもねなんかいろいろな問題があるかもしれませんの、ね、で、ぜひ、ね、お手入れをいつ、安田とマカルファー早く寝るよ・ヘフネリウドとともにお願いします。はい <laughs> <laughs> 私のの一つ男にってお前だろ <laughs> 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 俺してもしょうがないってマジでエンディングは私かそうだよよし今日はコメントがすごいね盛り上がってるねいや全く告知しないともっともっと薄いよ先週は職人さんが来てくれたけど笑されたね面白かった面白かったはいそれじゃエンディングですはい321みんな に気をつけるんだやつは危ないぜということでエンディングです俺からすればニャニャの方が危ない男だと思うけどねあごめんリアルに男じゃないお前リアルに男って言ってもらおう待ってちょっと待ってどういうこともう一回言ってごらんもう一回怒んないからもう一回言ってごらんごめんリアルにニャニャのことを今普通にニャニャの方が危ない女の子って言おうとしたら間違えてニャニャの方が危ない男っておお前よくも言ってくれなこんにゃろあで 大変なことになったなニヤニヤはんまあそれに対して俺に対して言うのもいいけど俺に今ニヤニヤに三百円貸しがあるからねそんなこともあったなこいつマジで払う気ねえぞ <laughs> こいつナカジはまあ太っ腹だから三百円ぐらいまさかねそんなね一日ね三百円ぐらいねこうポーンと払ってくれると期待してエンディングです皆さんからのですねお便りを募集しているわけだニヤニヤマジで後で話がある <laughs> 皆さんからのお便りを募集しているわけだよあ,あ,あのね アドレスはね、安田、アットマーク、アルファハイフンレディオドットコム安田、アットマーク、アルファハイフンレディオドットコムまで、どしどしお待ちしております。よろしくですよろしいすね。うん。何でもよろしいです。何でもいいよ。ただ、俺はそのお便りを待っていると同時に、今、ニヤニヤにすごい話したいことがいっぱいある。ない私は、一切ないニヤニは、後で体育館裏に来い。体育館どこにあんのかな分かんないけど。作るのかじゃあ、作ってくれ。その間に私は、高飛びする。ということで、 次は第171回でお会いしましょうそうだね今日のお相手は永田裕信と安田にわでしたまた次回お会いいたしましょうさよならバイバイこんなとこにいられるか俺は部屋に帰るってする。金田一だよそれ。え、金田一そんなことあったっけよくある話そいとか。い殺されるというわけでお送りしました危ない男たち2人のラジオ考えるやつだ。 ね、このあと171回を字枠を取って収録を開始します少々お待ちくださいね<何>危ない男たち2人のラジオ危ない男たち2人のラジオ考えました<い>大事なことなので3回ほど言ってしまいましたけどもぜひ<い>、はい、ね皆さん最後までお付き合いくださいねそれでは<い>また後でねおい <laughs>